果予算。2009年9月11日。今うちの店には、果予算という霊が来てる。大正時代に結核で亡くなったそうだ。うちの店にいたいならお客さん呼んでよね。働かないなら出て行って、と交渉したら、昨日はすごい忙しかった。お客様からブドウの巨峰をいただいたら、スタッフと一緒に嬉しそうに覗き込んでたので、閉店の時に加予算のためにテーブルに置いて帰った。さっき出勤したら、コーヒーが飲みたい、という。カタカナでコーヒーじゃなく漢字でコーヒーと伝えてきたので、缶コーヒーやインスタントでは失礼かと思い、近所の喫茶店から出前取った。さあ、コーヒー飲んだら今日も働いてくれよな、加予算。ちなみにうちのスタッフは、こういうのには慣れっこです。以前店長さんが投稿してくれたドナドナ娘も、客の呼び込みしてくれればよかったのにね。昨日、加予算のために喫茶店からコーヒーの出前取ったら、うちのスタッフが調子こいて、抹茶パフェ、プリンパフェ、チョコレートケーキが一緒に出前されてきた。領収書切られてレジから支払われてた。加予算は、プリンに興味が湧いたらしく、さっき出勤してきたら嬉しそうにプリンを要求されたよ。加予算のおかげか昨日も忙しかったので、後でプリンを買ってこようと思う。とりあえず今は日本茶備えた。呼び込みスタッフを一人雇ったと思えば安いもんだ。加予算は今、窓際に座ってずっと外を眺めてるよ。建物の屋根と空しか見えないのに。加予算に聞いてみたら、もしかしたら別のものが見えてるのかもしれない。ただそれだけの風景でも、死んだ当時と全然違うだろうから感動ものだとか、そこから何かを探してるとか、幽霊になってからの経験が記憶として蓄積されない幽霊が多いのかな。ドナドナの幽霊も、エレベーターを知らなかったみたいだし。加予算っていくつくらいの人なの？女性に年聞くのは失礼とわかってるんだけど、妙齢の婦人というイメージが勝手に出来上がっているもんでね。加予算、見た目的に20代前半と思っていたのですが、聞いたら17歳でした。女子高生やん。薄い青地に小さな花柄の着物をいつも着ているので、その着物可愛いね、って言ったら、寝巻きです、って言われた。加予算にセーラー服プレゼントしたくなってきた。加予算、結核だったんだよね。じゃあ、青い着物も療養の時のかもしれないんだ。切ない。今は見るもの聞くもの珍しくて楽しいんだろうな。加予算、結核でずっと家の中に閉じこもりきりで、働いたり、誰かの役に立ったことがないんだって。家族の人にも相手にされなかったみたい。だから今、うちの店でお客さん呼んで、ありがとうってお菓子や飲み物を備えられるのが、ものすごく嬉しいみたい。ただ、お客さん呼ぶのは加予算的に疲れるみたいなんだ。だから無理しないでって思う。昨日はココアを備えてみた。和菓子より洋菓子の方が嬉しいみたい。加予算が今まで果たせなかったことをお店で存分に味わって楽しんで、成仏できることを祈ってます。それともしばらくこっちにいたいのかな？わかった。加予算には、セーラー服じゃなくメイド服だ。書き込み読んだ瞬間、脳内で加予算にメイド服着せて、無にって顔になった。その瞬間、店のアコーディオンカーテンが、誰も触らないのにしゃってしまった。スタッフ全員ドン引き。ああ、加予算、17歳の乙女だよ。俺、絶対スケベなおっさんだと軽蔑されてるよ。とりあえず、今日のリクエストのかりんとうを買ってきます。2009年9月21日。加予算は、脳内メイド服以来、俺を見る目が冷たい。相手が幽霊とはいえ、あの目は結構凹む。
処女の残酷さで、っていうセリフが何かの芝居であったな。脳内メイド服のスカート丈がちょっと短かっただけなのに。エッチい人は不潔だと思います。かよちゃんはメイド服妄想がエッチいってわかってたのだろうか？それとも妄想したウヘ顔がキモかったのだろうか？両方。携帯から書き込み失礼する。かよさん、今までは足を揃えて椅子に座り両手は足の上に揃え、椅子の背もたれと窓との角にもたれかけて外を見ていたのに。今日は足を組み、窓枠に頬杖ついてる。おはようって言ったら、ずーん。って顔で、ふん。って言われた。年頃の娘に口を聞いてもらえない父親のような気分だ。欲しいもののリクエストもなし。脳内メイド服のスカート丈が短かっただけじゃなく、ストッキングにガーターベルトまでつけてたことは、本当に謝っているんだが。男としては間違っていない。間違っていないぞ。汁が出るほど同意。ミニのメイド服に白のストッキングと白のガーターベルト。この組み合わせは正義だ。あのなぁ、相手は純真な大正時代の女学生だよ。ちっとは自重しろ。リクエストなくても、根の張るスイーツでもかよさんにお供えしてあげたら？パソコンの調子が悪いのがかよさんの怒りのせいではないことを祈りつつ、再度携帯から失礼する。そうか、俺は正義だったんだ。ちなみにストッキング&ガーターベルトは黒派。スタッフの女の子が備えた生キャラメルは嬉しそうにしてたが、俺に対してはまだ、ずーん。中尾？居づらいので外で呼び込みしてくる。ああ、俺の店なのに。正義が正しいとは限らない。かよさんにはぜひ、矢がすり&袴&ブーツでハイカラさんな装いを。見てこれ。大正ロマンなかよさんにぴったりなものが。こんなもの着せたとこを妄想しようもんなら確実に絶交されるでしょうね。するなよ。絶対にするなよ。おま、メイドアイテム貼っておいて妄想するなってひどいな。お前は鬼か。かよさんに店長さんを取り殺させる気か。気分転換に遊びに連れて行ったら？可愛らしいお花買ってあげるのは？皆さん、優しいアドバイスから鬼のような妄想添付までありがとう。かよさんは、言葉のアクセントから、センバあたりの大棚のお嬢様だったっぽい。糸藩、恋藩って呼ばれてた時代かな？俺の脳内メイドには、娼婦やない。と、激しくお怒り。スタッフの女の子が、成人式の振り袖や袴のカタログを持ってきたら嬉しそうにしてた。今も昔も、女の子はファッションとお菓子に興味あるんだね。かよさん連れて外出は先週誘ってみたが、断られた。俺、車持ってないから電車移動なのがダメなのかな。かよさんに合わせると、人力車？番組の途中ですが、うぷ主です。毎度おなじみのなんか笑える霊体験スレで投稿してくれていた店長さんですが、自身の投稿の長期化を見越して、別スレに引っ越しされたようです。以降は、下記のスレの投稿からご紹介いたします。仲良きことは美しきかな。幽霊と暮らしてる。2009年9月24日。流れ読まずにとりあえず書き込みます。笑える霊体験スレに書いていたんですが、経営する店に、かよさんという霊がいます。かよさんとの話をいろいろ書いていましたが、こっちのスレを勧められたので来てみました。単独スレを立てるほどではないので、ここに仲間入りさせてもらえれば嬉しいです。待ってたよー。かよさんはくてか。脳内覗いたり漢字でコーヒー所望したり、店長さんは一体どうやってかよさんと意思疎通してるんですか？テレパシー？かよさんとはテレパシーみたいな感じで会話する。耳ではなく、頭の中に聞こえたり映像が浮かんでくる感じ。
だから脳内メイド服も筒抜けなんだ。かよさんのお家は、堺筋にあった旅屋らしい。昭和2年2月に亡くなったそうだ。死因は肺結核より凍死に近い感じ。なんでうちに来たかっていうと、うちのスタッフの女の子に、霊を拾ってくるだけという得意な霊感の持ち主がいる。多分かよさんもその子にくっついてきたんだと思う。気がついたら店内にいた。かよさんは今、スタッフの女の子が持ってきた、成人式用振袖や袴の載っているカタログを、嬉しそうに見ています。俺に対しては、けだものを見るような目です。はい、深く反省しています。かよさん、ご家族からもあまり接してもらえなかった境遇ですよね。ってことは、お召し物が寝巻きということから考えて、動けない状況なのに、ご家族などにお部屋の配慮をしてもらえなくて、そのままで、かもしれませんね。勝手な想像でごめんなさい。かよさんは結核を発病してからは、土蔵みたいなところの2階に押し込められてたみたい。家族にも疎まれ、跡取りの弟には会わせてさえもらえなかったとか。2月の寒い寒い明け方、火の気もなく、薄っぺらい布団1枚で、寒い、苦しい、寂しい。でも自分は病気だから仕方ないんだ。っていうのが最後の意識だそう。かよさんは死後のこともしっかり記憶してる。かよさんの父親はかよさんの死をなかったかのように、遺体をむしろでくるんで第八車に乗せ、裏口から運び出させて、お葬式もあげずに寺でお経を読んでもらっただけで埋葬した。かよさんの死から4日後が、かよさんのお姉さんの結婚式だった。普通なら喪に服して式を延期すべきところを、先方に申し訳ないから、と。かよさんの兄弟は猛反発したが、お父さんの意志は変わらなかった。お姉さんの縁談はお店のためでもあったんだ。お姉さんは、かよさんの遺髪を守り袋に入れて東京にお嫁に行った。お姉さんが大好きだったかよさんはそれが嬉しくて、お姉さんのそばにずっとついてた。でも、そのお姉さんも、空襲で亡くなってる。モンペ姿のお姉さんが、二人の子供と一緒に空襲で焼け死んでる。寒い寒い、と思いながら死んでいった自分が、熱い熱い、と言いながら死んでいくお姉さんを、なすすべなく見ているしかなかったことが悲しかったと。後取りだった弟は大人になると博打にはまり、ヤクザと揉めて刺殺された。もう一人いた弟も、志願兵となって出征、戦死。みんなかよさんが死んだ時の父親への反発が招いたことと、かよさんは自分を責めている。死後なお悲しい思いをしたかよさん。せめて今は楽しい思いをさせてあげたいと思ってる。思う存分。わがまま垂れてくれって思う。